なし字、すべてがなし字、そうなし字の裏側も全部なし字、そうなし字の上に蒔絵および螺鈿、このキラキラしてんの全部介細工。いや、なかなか気合が入ってるよね。ちゃんといい仕事してる。正倉院にある螺鈿紫檀の五弦琵琶というあの国宝があって、これをモチーフにした香合になっています。こんにちは。平安堂の代表取締役をしている山田健太と申します。今日もよろしくお願いします。このチャンネルではですね、漆の魅力をもちろん皆様にお伝えするんですけれど、一点物とか私がこだわって作ってるちょっと変わったもの、ホームページは普通に販売してるものなんですけれど、それとはちょっと違った切り口で漆の魅力を皆様にお伝えして、そして漆の良さにね、新しく気づいていただければと思うチャンネルです。で、今日はですね、平安堂セレクションとして販売している作家さんとか職人さんが作ってる一点物をちょっと深掘りしてご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみください。1年に1回輪島の業者さんがいろんな一点物を持って、社長この中で気に入るのないですかみたいな感じで持ってきてくれるので、結構その1年に1回それ見るのが楽しみなんだけど、そっから僕はセレクトしてる。それはやっぱり一つは超絶技巧、やっぱ技巧的にこれ言います、これやったらすごいよねっていう、その技法を持ってこられるとつい購入しちゃう。あとはやっぱり新しい技術が入ってたり、自分の好きな好みのタッチっていうのがあって、ね、割とクラシックな蒔絵が好きなんで、ド定番を持ってこられるとグッといっちゃう。気に入ってるのはこの香合、これはなかなかいいと思うよ。琵琶をモチーフにした香合、練り香をさ、ここに入れといて、お客さんが来るときにその部屋をね、香りに包んどくための入れ物で、まあ普通のね、こういう蓋物が基本的に香合なんだけど、こういうのも全部香合なんだけど、こうやってこう形に工夫してる工房もあって、これはだってやっぱり木工でこの形作るのはすごい大変だし、まあいろんな技法が濃縮されてて、見てるだけでこうずっと眺めてられるの、あ、こんな技法使ってんなとか、なんか一つの技法で響くってことはそんなないんだけど、ベースとしてこの梨地って言って、フルーツの梨のあの肌に似てるから梨地っていう技法なんだけど、この技法は無条件に結構好き。作るのも難しいし、でこれ全面が梨地なのね。割と梨地は持ってかれる好きな技法。なんかちっちゃくて技術が凝縮されてるのってなんか楽しいから、工房が好きっていうよりも工房になっちゃってるのかな。多分職人さんとか作家さんも自分の何かを表現するキャンパスがたまたま工房だったとか、まあ基本的に実用っていうよりもアート表現の一つだから、どっちかっていうと蒔絵の作品として買われる方多いし、あと練り香なんて今普通の人を家庭に持ってないと思うけど、なんか香りのものを置いといてもらって全然構わないんで、それで漆が負けるってことは基本的にないと思いますから。正倉院にある螺鈿紫檀の五弦琵琶という国宝があって、まあこれは本当に琵琶のサイズ1メートルぐらいある、これをモチーフにした香合になっています。いや、改めて見ると面白い。まあ、基本的に一番大変な部分説明すると、間違いなく木工ね、木でこの形を作ると、いくつかのパーツをこうきっちり組み合わせ、作り削り出して組み合わせると。でそれがやっぱりこういうのって50年100年経っても美しさを維持しなきゃいけないもんだから、そういうのがさ、だんだん痩せてきて継ぎ目が見えてきちゃうとか、塗りたてって綺麗だからそこら辺手抜いても一緒なの。でもやっぱこう10年20年経っても継ぎ目が出てこないとか、そういうのはいい仕事してるっていうことなんだけど、こういうのはそう、当然そういうのは出てこない、ちゃんといい仕事してると。で次に大事、まあ技術的にすごいなっていうのはやっぱり梨地、全てが梨地、そう梨地、この見えるところだけじゃなくてこの裏側も全部梨地、ここも全部梨地、そしてこれちょっと傷防止のパッドなんだけど、この底面も全部なし地。これはやっぱりもちろん使ってる金の量もそれなりに多いんだけど、これをやる作業はすごい大変で、そうなし地の上にいわゆる蒔絵および螺鈿、このキラキラしてんの全部介細工、こっちも全部螺鈿、螺鈿と蒔絵、これも木で作ってる、これは多分別工で作ってる、
工で作ったものを指してる。側面も全部螺鈿。いや、なかなか気合が入ってるよね。で、弦もね、なんか金糸みたいな糸を張ってくれてて、今ルーペで見たら金色に輝いてた。まあ音は出ないけど、構造上はちゃんと本物の琵琶の形をしていると。あともう一つ技法を言い忘れてたけど、切り金って言って、蒔絵っていうのは全部金属の、これで言えば金粉、粉末を使うんだけど、ここはね、切り金って言って金属の板だね。板を張ってる。だからこう質感が違って面白いんだけど。そうそうそう。まあこれは金の板ね。金の板。だから金粉と金の板で表情の違いを出してる。ここの部分。あ、こういうのが出会いだね。本当に一点物だろうからね。こういうのは間違いなく価値あるし、いや、珍しい。シンプルなものに難しい蒔絵とか美しい蒔絵の方がやっぱり基本としては多くて、木工ってのはやっぱりすごい大変な部分が多すぎて、で、制作期間がめちゃくちゃ長くなっちゃう。なんかボディがある程度シンプルだったら絵を描く時間だけで済むから成り立つんだけど、こう木工から入ると木工で1年、蒔絵で1年とかさ、こう2年、3年とどんどんかかっていっちゃう。まあ、そういった意味では結構パンチのある商品だと思う。あー、でもさ、漆に対してどれぐらいお客様が造形を持ってるかって結構今差がある時代だと思う。昔と違って、なんか純粋に漆をよく知らないけどすごい美しいと思ってくれて、それで楽しいし、漆のことあんまり詳しくないけど、この螺鈿ってさ、言ってみれば時計の文字盤のなんかベースに使われてる技術だから、あ、なんかこういう使い方もあるんだとか、そういう面白さを持ってくれてもいいし、琵琶っていう形に面白さを感じてくれてもいいし、なんかそれもなんか人それぞれかな。パッと見て楽しくて、後から知識が入ってより楽しくなったら買った価値が2倍3倍になっちゃう。だ、それでいいような気がする。今日はそういうことで、平安堂セレクション、平安堂もしくは私が自信を持っておすすめする職人さんや作家さんが作ったものの中から琵琶の工房を、紹介させていただきました。これからも折を見てこの平安堂セレクション紹介しつつ、漆の技法とか説明して、漆の魅力を皆さんにお届けできたらなと思ってますので、お楽しみにお待ちください。楽しかったらですね、ためになりましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。